はい、皆さんどうもこんにちは、大久保です。今回は美肌を作る習慣、こちらについてご紹介していきたいと思います。美容と健康を支えるのは毎日の日常生活なんですよね。どれだけ高級なエステに行ったりとか、どれだけ優れた美容成分を使ったとしても、毎日の日常生活が崩れていたら美肌を作ることはできません。美肌を作っていくためにはどのような習慣を取り入れていけばいいんでしょうか。はい、ということで本日はですね、美肌習慣を作るというようなお話をしていきます。当たり前のことなんですが、美容を保つためには食事、睡眠、運動、そしてストレスの緩和、こちらが欠かせないということなんですよ。ではまず食事からですよね。食事の中にはたくさんの栄養素が入っています。肌や髪の毛、そして爪、こういったところの細胞を作っているのがタンパク質なんですよね。タンパク質をしっかりと摂取することで、それが肌作りの基礎となるわけなんですよ。そして特に注意すべきなのは、ダイエット中だとか何らかの食事制限を行っているという方ですよね。痩せたいと思うと食事の制限って必須になるじゃないですか。そんな時に栄養素がどうしても偏ってしまいます。だからこそダイエット中食事制限をしているという方はですね、こういったプロテインで栄養素を補ってあげる、タンパク質を補ってあげる、さらにビタミンやミネラルが入っているものが理想になります。こういったサバスのソイプロテイン、特に女性の方であればソイプロテインなんかがおすすめになりますので、ダイエット中や食事制限の中でも肌や髪にはしっかりと栄養を届けていく、こういったことを考えていくことが重要ということになります。そして次、睡眠です。睡眠時には成長ホルモンというホルモンが分泌されて、そのホルモンによって肌の再生だとかターンオーバーっていうのが促されます。で、特に入眠後3時間から4時間、ここがターンオーバーのゴールデンタイムっていう風に言われているので、ここのタイミングで質の良い睡眠をとっていくっていうことが非常に重要となるんですね。じゃあ睡眠の質ってどうやって上げればいいのか、まあいろいろ方法があるんですが、ほどほどの疲れが入眠に誘ってくれる、これなんですよ。そもそも一日中寝てましたっていう人が夜寝れるわけがないですよね。体力をしっかりと消耗してほどほどに疲れる、だからこそ夜ぐっすり眠ることができるんですよ。で、ここで重要になるのが運動ですよね。運動というのはですね、ストレス発散、カロリーの消費、これもちろん当たり前なんですが、それプラス肌の代謝が上がるんですよ。運動をして汗をかいて代謝を上げることで肌のターンオーバーも促される、さらに入眠もぐっすりといけるということで、もういいこと尽くしなんですよね。どんな運動がおすすめなのかというと、軽いウォーキングぐらいで全然大丈夫です。特に朝の散歩、こちらがですね非常に有効です。朝の散歩で朝日をしっかりと浴びていくことで、これセロトニンと呼ばれるホルモンが分泌されるんですよね。セロトニンというのは幸せホルモンとも呼ばれているように、ストレスの緩和だとか抗うつ作用が確認されています。この朝の散歩っていうのはメリットがめちゃめちゃ多い代わりにデメリットがほとんどないので、もうこれやらないと損、こういうレベルです。はい、そして最後、美肌作りの重要な習慣、ストレスに対するアプローチです。ストレスって美容や健康にいいわけがないじゃないですか。みんなそんなことは分かってるんですよ。ただね、これストレスゼロっていうのはありえないです。日常生活を行っている限り、現代日本に住んでいる限り、人間である限り、生物である限り、ストレスゼロっていうのはありえません。だからこそ、いかにしてストレスを緩和していくか、減らしていくか、こういうアプローチが重要になります。はい、ここで皆さんに朗報です。運動をするだけで幸せになれるということが科学的に証明されています。1980年以降に発表された23の研究、こちらをですねギュッとまとめた研究が一つ出ています。こちらの研究では約5万人が分析されまして、その結果、少なくとも30分の運動をほぼ毎日続けているという人は、自分を幸せだって感じる傾向がそれ以下の人、運動をそこまでやってない人よりも強かったということが分かっています。つまり軽い運動を30分やるだけで自分は幸せだって感じることができる、そういう傾向が強まるということなんですよ。ただね、ここで僕みたいな皮肉屋はこう思います。お金持ちだから、そもそも幸せだから運動する余裕があるんじゃないの、運動したから幸せになってるんじゃなくて、そもそも幸せな人が運動してる、こういう傾向にあるんじゃないのって思います。ただ皆さんご安心ください。こちらも研究あります。ザ・ランセットって呼ばれるめちゃめちゃメジャーな科学雑誌に載っている研究ですので、信頼性は非常に高いです。こちらの研究では、アメリカの国内に住んでいる18歳以上の人、成人約120万人が対象となっています。結果として、運動するグループは1ヶ月の間に気分が優れないと感じる日数が、運動しないグループに比べて平均して 43.2% 少なかったんですよ。で、重要なのはここです。
運動を行うグループは運動しないグループよりも年収が約$25,000、約273万円、特に今円安なんで$25,000のインパクトはめっちゃ大きいです。$25,000低くても心理的な幸福感は同じレベルになるということなんですよ。人間は何のためにお金を稼ぎますか？生きるため、もちろんそうです。でもそれ以上に現代では幸せになるために僕たちはお金を稼いでる。違いますかね？幸せになりたいんだったらお金を稼ぐよりも手っ取り早い方法があります。運動をするだけでいいんです。これ括弧273万円って書いてありますけれども、今1ドル150円ですので、25,000×150 は、はい、出ました、375万。375万円分の幸せが運動するだけで得られるということなんですよ。皆さん、こんなお得情報あります？毎日運動してるだけで375万円分幸せになるんです。375万円稼ぐってこれめっちゃ大変ですよ。しかも税金取られますからね。375万円稼いでんのに手取りはもっともっと少なくなっちゃうわけですよ。ただね、運動、こちら税金かかりません。非課税でございます。皆さん、非課税で25,000ドル、約375万円の幸せが今すぐ手に入る、これが運動なんですよ。はい、ということで本日は美肌作りの習慣についてお話しさせていただきました。美容や健康の基礎となるのは習慣作りです。食事、睡眠、運動、ストレスの緩和、こういった毎日の日常生活が積み重なって美肌というものは作られるということですよね。そして本日の結論としては、毎日朝散歩をしていただくだけでストレスが緩和されて、ダイエットにもなって、さらに肌の代謝も上がって、美容と健康にはめちゃめちゃいいよ。そしてさらに25,000ドル、375万円分の幸福感を得られることができるということですね。はい、ということでこのチャンネルでは美容や健康に関する様々な情報を発信しています。こんなことを教えてくださいとか、こんな商品レビューしてくださいというリクエストがある方は、ぜひお気軽にコメントください。ということで今回はここまでです。ではまた、バイバーイ。